さあ、じゃあ、遅くなってごめんなさい。ああ、みんな。大丈夫だよ。少し前に行ったばかりだから。うん。なんだろう、ごちそうが食べられるのか？おお、どうしたんだ？最高の仲間、ウンゼンを食事会に連れてきてくれたんだな。もうダブルデートをするつもりなんか、なんだか気合が入ってるよな。そりゃ、アミラ次第かな。あなたように、ウィットの飛んだ人になりたいものです、パブロ。そうだな、そうなれば、サンドロックで2番目の毒舌キャラになれるな。ほう。2番目 ?1 番目何そんなに向きにやってるの、パブロ、羨ましいんじゃないの。どうだろうな、羨ましかったことなんてないからな。ごめんなさい、最近仕事に気を取られていて久しぶりの参加になってしまったんです。僕たちが、残業している間、君が長いこと不参加だったから、代わりに誰かを誘うかオーディションをせざるを得なくなったんだ。でもある起業家の女性たちに高級なお茶とデザートがあるから、少しお金を出してもらいたいと伝えると辞退してしまったんだ。ああ、この街には味覚を磨くことに興味がある人は少ないんだ。だから君は今のところセーフだ。なんか間に変なの入ったな。そうですか。私が参加できなくて不快な思いをさせてしまったんだと思ったんです。だからお詫びとして二人にプレゼントを用意しました。お、なんだろう。素敵だよ、ハミラさんは。一に美しく二に鋭い、素晴らしいね。会長としてプレゼントを受け取るよ。君の行いは全て許された。おう、もちろん。わあ、綺麗なギフトボックスだね、アミラ。あれ、中にいろいろ入ってる。小さなティーカップです。ご想像通り手作りでしょ。ほら、名前も彫ったんです。へえ。雲仙に芳香サチエルを作ってもらったね。どんな茶葉にも合う心地いいアロマをいつでも楽しめますよ。唯一無二だな、合格だ。雲仙、一緒にパーティーに参加してくれ。君がいなければ二人の美しさに飽き飽きしてしまうよ。何か新しい目の保養が必要だ。お、それはお互い様よ、ダーリン。ぜひ今後とも参加してください、雲仙。私たちの会にふさわしいメンバーだと思います。パブロは会長、ハイジと私の会、このお茶会は儚い青春のお茶会というんだ。儚いとは束の間という意味だ。僕たちはサンドロックの活気ある芸術家の生き残りだから、新しいメンバーいつでも募集している。まあ、まあぜひ参加したいと言っておきましょう。おお、なんて積極的なんだ。でも、優しい人役はすでにただならぬ、建築家のハイジさんがやってるんだ。まあいい、その場の雰囲気に合わせてやろう。いい人を連れてきてくれたね、アミラさん。そうでしょうか、パブロ。私の判断を信じてくれるんですか。おお、優しい人役は二人いてはいけないというルールがないよ。いかにも優しい人役が言いそうなことだ。いいだろう。じゃあ入会式を始めよう。おう、じゃあ今日は私のおごりね。新しいメンバーをお祝いしてみたかったな。ハイジ、いつも怒られたばかりはある。おごってるんだ。いいじゃないか、アミ。大建築家の親切なご好意を祈ることあるのかい。さあ早く気が変わる前に乾杯だ。何が乾杯よ、これはお茶だよ。ヤクメルミルクじゃないの。マイは私たちの成功に乾杯。成功、父。よしてくれよ。そんな当たり前だ。もっと他のことを乾杯しようじゃないか。お、新しい乾杯なんだ。まあ友情かな。私も同じことを考えていました。いいね。ちょっと突き出してもいい。サンドロックは自由都市の芸術の都市にの中心になりますよね。おお、いいね。それで終わらせるつもり？話はまだ終わってませんね。ゴシップネタの交換会か。ちょっとヒントだけ。オールナットグループで起こったことは、オールナットグループにたまるんだよ。まさか彼女はやってないよ。なんか、会話の音がはないな。なるほど。
彼女は修道女だと思ってたに、まよね。はあ、はなんか噂話を井戸端会議という感じかな。君のことが好きだと男は、はあ、君を店の外で待っていた男、誰ですか。ああ、そのブサイクな方、誰。気にしてないってことだね。あ、もしかして引き続き、ああ終わったのか。新しいメンバーが入ってよかった。またな。バイバイ、みんな仕事に戻らなきゃ。今回はいアミラさんのイベントだったんだね。じゃあ二人だけで会いましょうって言っておきましょう。反対しませんね。止めあれ、また立ち寄ってくださいね。これを持っていてください。それとメンバーになってくれて嬉しいです。おお、お茶か。うん、応援さんの。あは。Hey, see you around. マップじゃない、ミッション見て。浮かぶ芸術は夜で。トンシちゃんさん、ああ。いろいろやらないとね。ケーブルが晴れた日だね。まあいいや、とりあえず、チーフォン局長に会いに行こうか。はい。Goodbye。会いに行く前に、馬を鍛えようか。馬をね、なんか呼べればいいんだけどね、遠くから。さて、関係は、ああ、なるほどね。じゃあ、顔なじみを。よし。じゃあ、腹黒をもうちょい仲良くしていこうか。とりあえず、助手として受け入れてもらう。Hey there. So long, partner. ジャスティスが後ろに何ですか、ついていた。どんなイベントだろうね、これは。で、話しかければいいのか。よし。よく聞いてくれた。今日から助手としてよろしく頼む。研究センターにいる間で、私たちはプロらしく振る舞わなければならない。ああ、つまり冗談言ってる余裕がない。つまり、君は私の助手であることを理解したし、それ以上でもそれ以下でもない。君に私と同じようにプロとしての意識を大切にしてほしい。最初に仕事が、前回の実験で多くのゴミが発生した。その処理が、ま、必要だと。まあすぐにやっちゃいましょう。最後に言っておくか、私の邪魔はしないでくれ。必要なら放棄カードここにあるはずだ。はあ、あ、勝手に放棄をセットした。裏とかにはないな。3箇所か。まあ多分上とかにもないのか。さすがにこの中にはないか。終わりか。 Shh, do not distract me from my... まだある。あ、これか。これで終わりかな。更新 OK。 Shh, do not distract me from... 待つのか。ちょっと、ミッションを、助手、これか。ほこりを掃除する、トラックするにはこれか。ほこり？ああ、階段のところにあるとは。
で、チーホンと話す。OK。よろしい。では次の仕事を頼むとしよう。なんだろう。あのキャビネットには異物がたくさん入ってる。それを回帰整理し。どこだ？これか？あー、予想通りという感じ。おー、割れてる。ちゃんと整えないとね。まあ一応好感度上げとこう。まあ修理を必要？必要ない。それは女性の仕事ではないしな。では始めるとしよう。報告書の書き方？慎重に注意深く観察し、集めて情報を、まあ、いろいろ書き込むんだね。初日なので仕事は量は少なめにしとこう。私たちは量よりも質を重視してるからな。まあ50ページだと普通だったら研究部屋のマシン前じゃできるだけ多くの異物の代わり関わりか研究プレスになりたいと考えてるはず。はあ、おダンビさんじゃない。どこにいるの？また隠れるのが甘いんだから。私の助手を探してるのか、何か問題でも？局長、今は緊急事態なのよ。冗談はやめて。うんぜ、聖堂の仕事を手伝ってもらいたいの。椅子が壊れたのよ。ほう。規則に従って正式に手続きを踏んで私に雇われたんだ。今許可なく出ていけば正式に辞職とみなされることになる。そもそも運転が教会に出しに行ってどうなる？いくつかのテーブルと椅子を修理するだけだ。重要な研究とは比べ物になれ。何を、優先すべきかわからないか。お、教会の仕事も重要というか重要じゃない仕事なんてない。光の下では全てが平等なんだから。いつもそうやって教会を目の敵にして。ビルダーもあなたの知性よ。ああそういうことか。私の研究を妨害したいんだな。旧世界がどこまで嫌いなのか。科学の発展を邪魔するつもりか。あなたの馬鹿げた話は嫌いじゃないけど今はそんな場合じゃないの。ほう、じゃあサンドロコを助けに行きますか。やめるつもりか。聞こえたはずよ。あなたに辞職を止める権利はない。いいだろう。これが労働時間に対する報酬だ。うんぜ、私は怒っていない。がっかりしているだけだ。では仕事に戻らせてもらう。とりあえず。すごい顔してる。よっぽどのことが。まあ修理を、まあ行きましょうか。椅子を修理する。あ、馬は で、こっちから登っていって、今日雨だ。ああこれね。ただ横になってるだけじゃない。あ、終わり？終わりか。で、あとはペンキを作る。これを待ってる必要があるのかな。まああとは翌日のまで待つのか。再出現するまで待とう。再出現っていうか、なんだろう。ああ、ケーブル外のミッションか。ついでにだけど、ああ、寄付はできないのか。できたらいいのになーって感じだけど。さあ、じゃあ、帰って。
おそらくペンキができてるだろう。てか雨の日にペン塗らないよね、おそらく。いや、まだ早い。さあ、じゃあ、ツリーコレクターの回収していこう。一応次は1か。意外とたまらんもんだな。でどこだっけ、そうそうそう、これこれ、壺にも水が、つゆがたまるんだね。今一瞬目を離しただけで結構なってんね。これもやっておこう。で、整頓して3のデーツミルクっていうのがある。I だっけ、 I じゃない、 B か。本か。なんか更新されてるもんないかな。結構みんなゴールが必要なの多いな。まあそれはいいとして、まあパーティー解除のセッティングも必要だな。お、家じゃないわ。あ、まあいや、ついでに家もやっちゃうか。これを移動をして、移動をして一つ開けて、これも移動で戻って、宴会テーブルを置く。 OK。 どうしようかな、病院のポスターとか外に置いとくか。玉熊、クレーン、クレーン、アートギャラリーだな、壁が。で、パンダ。で、他に飾るもないのか。で、まあ、あと、異物を作って飾っておこうかな。砂の模型1。結構時間かかるか。で、農業はこれか。回収、回収、オッケー。まあ水はいいはずだから、肥料が必要なのに渡して、異物、遺跡パーツ入れておこう。で、いろいろ金属は何が入ってるの、これ入れておいていいか。あとなんか作りたいもんあるかな。あとは時間をいろいろ待たないといけないものがあるね。と、これをセットして、とりあえず次は、そうだね、アインスルの家でドンちゃん騒ぎ。あと1時間か。トンチャン騒ぎしてる間に
反省するかな。まあいいや、とりあえず早めに行ってもいいでしょう。全然体力使ってないな。そうだ、お肉を、お肉減ってきたからお肉の依頼を出しておこう。肉肉あった。これをマックスにして投稿で、もう一つ投稿。 OK。 ちりに何か増えているかわからんな。猫ちゃんヘルメットは増えてる。あ、そういえばこのロボットいつになったら動くんだろう。まあいいか、それはいろいろ待っておこう。はい、さいね。まだ早いからダメか。中に入ってても多分ダメだな。アインスールイの家に入って、お、お待ちは知ってました。ジャスティスも来てます。しばらく二人だけで話してみてください。スープの素材の話題は避けた方がいいかもしれません。もうすでに聞き飽きてるでしょうから。お、いや、安全に来てくれて嬉しいよ。彼の友人らしきウィルソンという人を紹介されたが、なんだか怖くて。ほう。ああ、マジで軽蔑したような目で見てくるんだ。これ?人形か。料理ができました。ありがとう、アインスル。すごく美味しそうだ。ありがとうございます。私が作ったんです。材料かな?材料から作りました。まあ一番上でかな。ありがとう。ああ、君が料理上手だとは知らなかった。どこで習ったんだ。わかりません。本に書いてあることを読んだだけです。ああ、それは簡単そうだ。ええ、そのレシピ通りに作るのがうまいな。ありがとうございます。ボス、嬉しいです。よし。か、それで、ね、何か最近いい石集めが好きなのか。この前とてもいいもの見ました。ほう。見てもいいか。あそこにあるのがとても居心地よく見えたので、持って帰ってきませんでした。ああ、なるほど。そういう考えもあるのか。そうか。何を言おう。若い子はどんな感じだったの、ジャスティスって聞こうか。ああ、懐かしいな。そういや、俺も当時はボスについてよく遊んだんだもんだ。ほう。今までいろんな人見てきたが、彼ほど役目の扱いが上手い人はいなかった。アンカーも昔は若かったんですね。褒め言葉として受け取っておこう。俺はオーウェンで保安官とサバク海賊ごっこをやってていた。きっと保安官はいつも俺の中にあったんだな。ああ。わあ、保安官、とてもいい話です。思い出と呼べるほど大した話ではないがな。で、君はどうなんだ?愛する。君の小さかった頃を想像すると。まあ、小さな君が頭に浮かぶだけだが。まさにその通りです。特に赤ん坊の頃はそうでした。特に小さかった。よく小石集めていました。今では考えられません。ああ、そうだな。私赤ん坊ではありません。それはそうだ。それで、はい。あ、なんでもない。最近も射撃の訓練を。まあそうだな、最近は君と一緒にいるが。ええ、もちろんです。その通り全部見ました。古い保安官ってどんな会ったことがあるのかって振るか。ええ、会ったことはありません。いい人そうですが。
ああ、おい、知りもしないのか。彼ができること。彼をとても尊敬しているんですね、ボス。尊敬、彼のために命を避けることもできるし、彼もそうしてくれるだろう。いつもそばに俺たちを支えてくれていた。うん、あなたみたいですね、保安官。そんな大したことじゃない。ただもし B3 がまだ生きていたら、彼らみたいな連中は一週間前のサラダに入ったルカバダにしか見えないだろうな。ああ。厳しいお言葉ですね。自分を低く見せることはないですよ、団長。サンドロックのホテルに睨み合いについての話したことがあるか。話？サンドロックホテルの睨み合い？まさか。そうだ、想像してくれ。ある時、男がブルムーンに入っていた。あれは確かオーウェンよりも前の時だ。当時はサンドロックホテルと呼ばれていた。ああ、その男は明らかに様子がおかしかった。何かを指定化してしまいそうな目をしていたんだ。マスクで顔を覆っていたが、その人に何か激しい感情が渦巻いていた。普通の人の目に恐怖を植え付けようとな。おう。リボルバーを手に取り、ゴールを入れる袋も持っている。そして店に入るなり発砲した。まさか、まさかかな。だろ、幸運なことに誰も死ななかったが、クソ。彼が発砲し、オーウェンの父親を見ていた。金をすべてよこせ。オーウェンの父親は賢い人で、お金のために身を投げ捨てようとはしなかった。それから男が出て外に向かうと、 B3 と1対1に向き合った。うわ、まあ B3 の話か。ここからその B3 さんの話だね。それでどうなったんだよ、ボス。ああ、B3 は雷ように素早く男の手から銃を撃ち落として、自分の銃を投げ捨て、男にタックルした。おお。まさか銃を男の手から撃ち落とした。まあ銃を投げ捨てた？そうだ、B3 は人を殺しような男じゃない。血を流すらしくなかったし、一点に狙った射撃がうまかった。ほう。一瞬で戻ったな。それで男は刑務所に送られ、牢屋に入れられ、新たに移送された。それからは何も聞いていない。本当にすごいですね、ボス。ああ、あんな射撃はあれから見ていない。彼に会ってみたかったです。ああ、俺もだ。彼は君にたくさんのことを教えられただろうに。あなたにたくさんのことを教えてもらいましたよ、保安官。そうか。ええ、歩いたり話したり、そういったもの以外全部ですね。あなたは私のお手本です。俺はまあ、ありがとう。愛する知らなかった。じゃあ私もあなたに何か教えたってことになるかもしれませんね、ボス。はは、教えたんだな。これは何かだろう。意外と長かったな。そろそろ遅くなってきたな。そうですね。その、なんだ、今夜は楽しかった。そうですね、その必要はなかった。ん？ああ、正直失敗していた。ああ、なんか逆になってんのかな？心配の必要がなかった。どうしてですか、ボス。そのあれだ、君は少し変わってるかな。仕事用では話せるが、プライベートでこうして話せるとは思ってなかったんだ。わかる気がします。だが誤解していた。君はいい喧嘩で素晴らしい男だ。それに料理もうまい。なんだっけか、ほら、あのイエロースープってやつだ。Thank you. とにかくそろそろ別れだ。また明日、愛する。また明日、保安官。それでは安全。なんかそんな感じのイベントだったのか。今日は一緒にいてくれてありがとう。あの男のことを本当に誤解してたよ。表情をぶち抜かなきゃいけないんだな。あの変な石突きの表面を。まあ、もう行くよ。またなんぜ。ほう、まあ二人の仲が良くなったということか。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは